こんにちは、YouTube のお時間です。まあ今日はね、試合まで1週間前ということで、ちょっと俺もだいぶ痩せてきた。調子いいんで期待してください。あと何キロぐらいですか？あともう3キロ切ってるんで、全然順調ですね。で、今日、まあ6台の方で、まあ、これやりましょうっていうことを。はい、梅野選手対浩二選手で、梅野選手はね、試合後にその判定に対してチケットとかスポンサーを持ってくる選手を判定で忖度してると、まあ、とにかく、まあ、自分が勝ってたよっていうことを試合後の会見ですごいアピールしてたんですよ。で、その会見もちょっと俺見たけど、その試合の前に、試合を見る前にその会見を見たんだ。あ、はいはいはい。で、あ、そうなんだと思って、もうすごい自信持って言ってたじゃん。見れば分かります。相手も分かってる、セコンドも分かってる、客もみんな分かってると、で、試合見たんだよね。2、3回見たよ俺。そんな見た？クエスチョン。いや、で、その結局、まあ、ムエタイとキックボクシングで、まあ、出身が違うじゃないですか。まあ、だから、で、ムエタイって特にそのキックボクシングとは判定の基準が違うっていう話は前々から聞いてたんで、で、まあ、なだかも言ってたもんね。で、赤尾さんがちょうどそのムエタイのね、あの2人、吉江稲高選手、品川朝日選手、まあ、今前回の動画でパーソナルの指導してるの出してたんで、まあ、せっかくだからムエタイとちょっとね交流もあるってことなんで、まあ、実際ムエタイの人たちに試合のポイントの付け方っていうのを、まあ、ちょっと聞いてくださいっていうふうにね。聞きました。はい。で、まず俺からの意見というか、はい、率直な感想ね。あの試合を見た時に、まあ俺は浩二選手の勝ちでいいのかなって率直に思った。その俺はボクサーじゃない。だからそのキックボクシングとかムエタイとかにどういう基準で判定をしてるかとか細かく分かんないじゃん。でジャッジだってそれでも割れるんだからさ、そうなった時に俺はやっぱね、梅野選手はムエタイだよね。もうあのガードしてさ、もうこうじゃん、はいはいはい、あそこから強いパンチ打てないよね。まあ、だから吉成選手とか朝日選手とかとはまた違う、また違うね、と思った。で、もっと梅野選手がバンバン もっと蹴るのかと思ったけど、で浩二選手がボクシング、やっぱ飯田トレーナーに教わってるでしょ。今ボクシングが上手くなってるから結構違いましたよね。ボディがね、左ボディがすごいいいんじゃないかなと。まあ生で見てるのと、また俺もね、ボクシングの解説するときに俺もいつも言うけど、生で見てるのとこうテレビとかで見てるのはまた違うからね、それは何とも言えんけども、ただ大差はないよね。ああ、はいはい、1、2、大差はない。まあ、ただあれがダウンじゃなかったら何がダウンなんだと思う。そう、皆さん、そこだと思う。ツイッターで出回ってたけど、あれが全てだと思う。あの3ラウンド目の左フックね、で、梅野選手はボクシングで言ったらパンチがきっかけで倒れたら、まあ、ダウンじゃないですか。ダウンだよ、で極端なこと言ったらだよ、例えだよ、足滑らして手、そのまま足滑らして手ついたらスリップじゃん、はい、足滑らして手つこうとしてるとこにジャグでもなんか当たってたらダウンって取ると思う、しょうがないじゃん、はい、で多分俺が思ったのは、梅野選手は効いてないと、効いてないからダウンじゃないだろう、はい、っていう感じだったよね、はい、でもパンチで効こうが効かないが尻もしついてるパンチで、だから俺はあれはダウンだと思う。だし、まあ、これボクシングでもよくあるんだけど、あれ10人いたら8人ぐらいはダウンって言うよね。10人中10人じゃないですか、あんなの。じゃあほとんど、はい、もう ほとんどの人はダウンって言うでしょ、でもレフェリーは取んなかったじゃん、はいはい、ダウンでね、はい、でボクシング界だったら、レフェリーは取んなかったけど、ジャッジはやはりダウンだよなって思うわけじゃん、はいはいはい、下が一番近くで見てんだから、そういう時にダウンだったら10対8つけるよね、だけど10対8はつけないけど、あれダウンっぽかったしなって言って10対9をつけるってあるじゃん、ってなってくると1ポイント、まあ、浩二選手の勝ちなのかな。まあ、だからあのラウンドは取ってるみたいな印象ですよ、で、ここでまあコメント紹介、聞きましたよ、はい、まずは誰に聞いたかっていうと、もちろん吉成尚と、はい、もう一人英和スポーツジムの会長の中川会長に話を聞きました、電話して僕の YouTube の方でも言っていいですかって言ったら、いや、いいですよと。中川会長のこと
もうタイに何回もあの名高とか朝日を連れてって、本場のタイ、ラジャとか龍也だって、ラジャだかルーピーでチャンピオンにしてるよね。でボムっていうムエタイの団体も、はい、中川さんがやってるでしょ、うん、今日本で一番ムエタイ見てるんじゃない。でね、うん、俺昨日映像見てたの、うん、で中川さんとも結構名高のこととか朝日のこととかやりとりしてさ、俺の試合にも来てくれるからさ、ボクシング朝日と名高がやるときに見学来ませんかって言ったのよ、はい、したら、あ、その日ライジンなんですごめんなさいって、うん、梅野選手はムエタイ出身でしょ、うん、梅野選手の応援で行くのかなと思ったら梅野選手のセコンド入ってた。あ、そうなんだ。中川会長、はいはいはい。でね、中川会長の話を聞いたら、中川会長も1と2、うーん、ドローかなと、うん、そんな差はないなと思ったみたい、うんうんうん、ただ3ラウンドやっぱあれで合うんですよね。で、まあ、あのあれがレフリーが取んなかったのが、まあ、全てに影響したというか間違い、うんうん、だけども中川会長も同じことです。レフェリーは取んなかったけども、あれ印象が強いじゃん、はいはいはい、あれで10対9、はいはい、で浩二選手の勝ちになっても、まあそうなりますよねっていう話だった、はい、うん、ただ最後これだけ付け加えておいてくださいっていうのは、ダメージで言ったら圧倒的に浩二だって、結構冷やしてて、うん、結構腕上がんない足上がんないって言ってたみたい。試合後はね、あの梅野選手は全然ダメージない、ノーダメージだったって。ただまたね、そういう競技じゃねえじゃん、だからまあ判定についてはああなりますよねっていう。でこれ最後に中川会長が言ってたのは、はい、ライジンはミドルとかローをあまり取らないんですかね。でも確かにそれはそうかもね。パンチの方がポイントになる気しない、最近のキックボクシングって。まあ見栄え的にもってことですかね。うん、要はムエタイはもう蹴りじゃん、はい、ただあと吉成奈々香、はいはい、はちょっと走った時に軽く聞いただけなんだけど、まあ、梅野選手はあのムエタイ出身で、まあ、体に染みついてるんで、まあ、多分こんだけ蹴ってんだからポイントはこっちだろうとは思ったんでしょうねと。ただなんだかあれ3ラウンドダウンだよなって言ったら、確かにあれはダウンなんで、そうですよね、まあなんだかだって梅野選手と進行もあるだろうさ、そんな悪くは言えないでしょ。でもそういう感じだった。だからまあ競技は違う、ムエタイなんてほとんど足じゃん、うん、だってこの構えからパンチ打てないでしょ、強いパンチ。だからなんだかとかはやっぱキックボクシング寄りなんだろうね、うん、構えとかも見ても柔らかいしね。まあその構えってことは肘と首相撲がやっぱ梅野選手の中で大きなウェイト占めてるってことじゃないですか、うん、あとはもう蹴ってきた時キャッチできるじゃん、はいはいはい、だからそういうのを考えるとやっぱ梅野選手はキックボクシングやっぱムエタイだよね、順応できてないよね、はいはい、でそれを思った時にタイのブラックアウトがさ、すげえなと思うよね。まあだから日本で活躍してるムエタイの選手は、そうそう、ゴンナパとかさ、ああいうゲイオとかさ、すごいよね。いや半端ないってことですね。でも昨日ね、まあ、このことを六代が取るっていうから、まあ、自分なりに勉強してさ、はい、まあ、上野選手の会見だったり浩二選手の会見だったり見たけど、まあ浩二選手大人だったよね。ああまあそんなこと言ってるんですか、まあ自分は分からないですけどっつって、でもまあ最後に言ったことがさ、浩二選手がまあ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 いろいろね、まあ、人のことはああでもないこうでも言えないですけども、上野選手偉大なチャンピオンなのにああでもないこうでもない言ったら自分の株が下がりますからねって言ったの、はいはい、その一言が全てかなと思っちゃうよね、うん、なんか、うん、そこまで言っちゃうとちょっと梅野選手の印象が変わったわ俺は。だってさ、タイで梅野選手だってラジャだかルンピンどっちか取ってるじゃん、うん、過酷なアウェーで取ってるから、なんか武士道みたいなさ強さっていうか、かもぐっと耐える男らしさっていうかさ、そういう強さがあるのかなと思ったら、結構ライジンのリングだと表情豊かだもんね。ちょっとなんかされたら嫌な顔したらさ、はいはいはい、過剰だもんね。ああいうのはやっぱファンはっていうか格闘技ファンはえって思う人多いんじゃない。まあ難しい、まあ、判定を決めるのはジャッジの仕事だしね。まあでもこのケンシロウ矢吹戦でもやっぱあったじゃないですか、うん、そのこういうボクシング評価しないから、うん、こういう風に変えていこうみたいな、ケンシロウ選手がいわば。だからまあ、ましてやね、キックボクシングだから、まあ、キックボクシングに合わせた採点っていうのを、まあ、理解してやんなきゃちょっと、そう理解してやるか、もう出ないかしかないじゃん、うん、ムエタイのリングに上がらないっていう。
ただまあ梅野選手のダウンはもう足払ってダウンとかじゃないじゃん、はい、パンチでもう自分がバランス悪いだけだろって言われたらそれまででしょ、はいはい、うん、だからまあ今回の騒動はあんまりこう騒ぎをもう大きくなっちゃってるね、かなり。まあこの動画も撮ってるこっちが言うのもなんですけど、うん、しかもはいはい、こんなとこ。じゃあ今日はこの辺でありがとうございました。